特集リポートです。今週は食欲の秋ということで、食に関する特集をお伝えしていきます。今日のテーマは世界の朝食です。東京にいながら世界各国の朝食が楽しめるイベントやお店が人気を呼んでいます。立川市と昭島市にまたがる昭和記念公園で開かれているのは、その名も朝食フェス。世界20カ国の朝食を中心に、およそ60種類のメニューが楽しめる野外イベントです。こちらがエジプトで親しまれている朝食です。早速いただきたいと思います。スパイシーなトマトソースと卵が絡んでとっても美味しいです。栄養もバッチリといった感じです。他にもブラジルやスペイン、オランダなど様々な国の朝食が用意され、世界を旅しながら食べ歩きをしているような気分が味わえます。メキシコの料理です。チーズも入ってて美味しいです。タイの顔も日本にはない感じで。食べてるのは何ですか？クロワッサン、ワッフル、サクサクって感じです。会場で注目を集めていたのが、日本初上陸というクロワッサンの生地をマフィンの型で焼き上げたクラフィンです。サンフランシスコで話題となっていて、中はカスタードやチョコレートクリームが入っています。こちらはアメリカで人気の巻き寿司、カリフォルニアロールを包んだクロワッサンです。醤油をつけて食べます。パンケーキをはじめとして、フレンチトーストですとか、エクベネディクト、グラノーラといったですね、いろいろな朝食メニューというのが人気になったのがきっかけじゃないかなというふうに、健康といったものを意識して食べる方も多いんじゃないかなというふうに思います。このイベントは来週17日まで開かれ、10日間でおよそ10万人の来場を見込んでいるということです。一方、表参道に今年6月オープンしたこちらの店では、いつでも世界の朝食が楽しめます。海外のホテルで豪華な朝食を楽しむ気分を味わってもらおうと、世界の国や都市をイメージした朝食をワンプレートで表現しています。こちらはニューヨークのマンハッタンをイメージした朝食でございます。ニューヨークで好まれるハードタイプのベーグルを使っておりまして、卵とベーコンを乗せてお召し上がりください。ポルトガルの朝食はマフィンに卵などを乗せた人気の料理エッグベネディクトに、地元で親しまれている食材タコを加えてアレンジしています。中からはタコの刺身がとろーり。ポルトガルに今度行こうと思ってるので美味しかったです。知らない料理とかもいっぱいあって選ぶのも楽しかったし、でなんか量もしっかりあって、なんか朝食っていうよりなんかしっかりご飯食べてる感じで。アルゼンチンのプレートに乗っているのは 300g の牛ステーキです。ハーブとニンニクが特徴のチミチリソースをたっぷりつけてパンに挟んで食べるのもおすすめということです。朝食ですが一日中楽しむことができまして、ディナーでもおすすめです。ここ表参道は世界中の人々と文化が集まる街です。このインターナショナルな街で世界の食文化を楽しんでいただきたいと思い、花見を始めました。今月中旬には現在提供している17カ国のメニューを入れ替え、新たな国の朝食も登場する予定だということです。食欲の秋、大型連休も待ち構えていますが、海外旅行には行けないという人も世界の朝食を味わいながら旅行気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。我が家の今朝の朝食はサンマでした。さて、ご紹介した朝食メニューは、東京にいながら世界旅行の気分を味わってもらうと同時に、海外からの観光客もターゲットにしてまして、旅行中に自分の国を思い出してほっとしてもらいたいという思いも込められているそうです。特集でした。